はい、パート3やっていきまーす。はい、やっていきましょう。うん、こっからはどうすんのかな。まあ、ひでこちゃんはちゃんと1周目で会って研究所に行くのが、あとリフレッシュと、その後パワーアップ機能を起こして最後かな。その前にセンスマルが欲しいんだけど、まあでも研究所の、パワーアップなんちゃらでもセンスマルゲットできるんで、運が良ければね、運が良ければなるんだけど。おっ、よっしゃよし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 、カモンベイベー、なはーん、3回あるからね。チャンスを待とう。急いではいかん。尻込みと。わわわ。彩乃ちゃんのイベント来ないかな。ポカリプサ避けて、アイさん、そこで出てこられてもちょっとな、スタミナを上げたいけれども、そのあれですよ、センスマルゲットしてないかな。あんまり上げすぎてもいいものかななんて、投げ込みをしていくことにスタミナ上がっていくんですけど、ボーナスで。あんまりやりすぎたら、でコントロール上がってないんで、今回もスローボールです。ここでコントロール上がってたら、変化球で攻めてもいいと思うんですけど、多分無理だからね。無理っていうか、センスマル上げてない時点で、センスマル取ってない時点でコントロール上げてないから無理だな。ということでスローボール。満点の20いただきました。ありがとうございます。ここでもう全体練習、総合練習か、総合練習しとこうかな。よし、ひでこちゃんと、おお、たまごごごごご、時々あるよね、これ。よし、97。ちょっと、ラグが発生したから。やり直すか。大丈夫か。3本。よし。認証クリア。これパート4で終わりそうだな。次のパート3が試合前で終わって、のパート4が、まあ、そんな感じかななんて思いますけど、ひでこ、今ひでこちゃんの言ったとこさ、絶対居酒屋だよね。いいの？未成年連れていいの？筋力コーチを、多分評価が今すごい上がってるんで、ここで行ったら多分伸び丸が出てくるんですよね。頑張れば。選手以上に筋トレが起きての、あー、そっちか。
これの後、これの後の後かな。知ってます。お、古澤さん、で、研究所に行かなくていいのかな。まあいっか、金属ポーチを上げていこう。あれ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 、無理だったっけ。あ、ヘルスセンター行かなあかんのか。そっちか、無理だな。うん、まあ今じゃあ鬼ザメ評価を上げたってことで大断言。お、古澤さん、やった。古澤さんと一杯やることでアイテムが絶対ゲットできるっていう赤いリストバンズ、やったー。これ全部揃ったよ、装備アイテム。よし、あ、そうか、虫歯か。びっくりびっくり。コントロールが多分このままじゃ不安なんですよ。でセンス丸か、センス丸を早くゲットして、でその流れで研究所行ってパワーアップしてが一番理想なんですけどね。体力マックスなのが惜しいな。ミスったミスった。ここで入る総合練習。最近疲れすぎやな、パワーポケ君。不眠症になっちゃうよ。うまいさん、まあうまいさんもういいわ、お前はいらんわ。綾乃ちゃんに僕は頑張ってもらうから、センスもらったゲットしよう。で、ひびこちゃんと、お、ここでいいのか。オッケーオッケー。唯一体力が下がるイベントなんで、これを機に研究所行くぞ。これをおっしゃってしょうがない。俺、池選手じゃないか。今までだって俺が一番だって思ってプレイしてたじゃないか。フェイス。かっこいいね。メガネ、メガネ。投手ゲット。お、入る。入らなかったらどうなんだろうね。やったことないから分からんけど。バクバクのミリオン食ってんのかこいつ。他はこれ、まあ、いっか、うん、ここで研究所行こうか。でリフレッシュマシーンと、どれぐらいの経験点が溜まってるのかよくわかんない。経験点が溜まってるか、能力に換算してないからな。どんなものなのかがわからないんだよな。あ、ここひでこちゃん。大丈夫かな、ちょっとラブスコープを見よう。大丈夫そう。あと5、5、5。なんぼなんだこれ。75ぐらい。ひでこちゃんの好感度、攻略本だったら、80だったかな。なんか一周ぐらいミスというかな、抜かしてもいけるような気が。ちょっと待って、攻略を見るね。あ、80以上だね。じゃあ大丈夫かな、一周ぐらいは抜かしても。じゃあ、もう練習しよう。オッケー、開幕や。変化球全然ないけどね俺。
ノーアウト1・3塁といきなりのピンチでございます。スクイズか、丸分かりじゃないですか。え、谷さん、谷涼子さん、あー大丈夫、大丈夫じゃないね。お、バックホーム、オッケー、これ、あー、まあいいわ、1点入らないだけでマシマシに。クソ、うまいとこゲッツー来ないかな。うわ、まずい。あー、でもこれは大丈夫、取ってくれるだろう。タッチアップしたところで多分ね、ほら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 、僕らの優秀なあの野手陣が頑張って、よし、これも大丈夫じゃないね。小泉弱いね。 OK、 バックホームで刺すっていうこのモグラズ戦略、よし、いいぞ。えい、無理か、うい、あえ、遅えな。バックホームで刺す、うおー早いね。よし、これは勝ちだね。おっしゃ、勝った。よし、これでセンス丸を早くゲットしておかないと。センス丸をください、綾野様。来ないな、イライラが募るぞ。時々ヘッドじゃないわ、ミラー、ん？シャドウピッチングしてもいいし、ひでこちゃんと。よし、頑張るぞ。結構すごいよね、ストレートとスローボールとフォークだけでここまで来るっていうのは。開けたいっちゃ開けたいんだけどね。これも取ってくれますと、優秀な野手陣がねいるから、僕は心置きなく変化球伸ばさなくてもいいっていう。おりゃ、剛速球、打ってくるね。さすがうまいさん。おお、これもイエイ。あ、ワンセット、オッケー、打ち上げた、ラッキー。打ち上げたというかバントミスだね。ふん、早すぎてちょっと、この今観客がちらっと見えたけどさ、あ、まずい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 ですよ。バックホーム球団。あー、1点入っちゃった。今何回裏？ 3 回裏か。これは取ってくれる。イサムキュン、ライトに降格かよ。ミスった。よし。打たないか、これも取ってくれないか。よいしょ、やばい、頑張れ。あー、2失点か。バックホーム、イエーイ、さすがバックホーム球団。おっしゃ、3点。希望が見えた。負け運持ってんのにな。まあ、この負け運もね、こうやって勝っていけば、あの勝ち運で、あの、なんだっけ、かき消せるので。はっ、おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、ほずみキャッチ。ちょっと早く、イニング消化してくれ。早えな、水木さん。おっしゃ、勝った、勝った。オッケー、負けもなくなった。
これでもバッドステータスはなしと。特殊能力ちょっと見ようか。うん、まあまあ持ってるよ、俺。低め丸が嬉しいな、やっぱり。よし、綾乃ちゃんとのイベントが起きないんだよな。まあ、ちょっと、なので、ショートピッチングの方に移行しようかな。スタミナはもったいない気がする。スタミナ上げるのは。来ないか。来ないですね。あ、そうだな。時間的に、ここで終わっておいて、次3試合目からやっていこうと思います。では、パート3、ここで終わります。ありがとうございました。